ピーダ・クリスチャン・アビル・ゴールピーダ・クリスチャン・アビル・ゴールは、デンマークの医師、獣医師である、クレスチャンス・ハウンに、獣医学校を設立した、コッペンハーゲンに生まれた。父親は、博物画家、博物学者、考古学者のセイアン・アビル・ゴールで、デンマークの動物に関する著作や、デンマークの母比などの調査をした人物で、弟に、画家のニコライ・アビル・ゴールがいる。薬学を学んだ後、 コッペンハーゲン大学に進み医学を学び、優秀な成績を収め、国王フレデリク5世の援助で、家畜の病駅の対策を学ぶために、フランスのリオンのクロード・ブルジュラの元に派遣された3人の学生の一人に選ばれた。改革を進める、失勢ヨハンフリードリヒストルーエンセに呼び戻され、デンマークに戻り、1773年にデンマークに獣医学校を設立した。 これはヨーロッパの獣医学校としては古い歴史を持つ獣医学校の一つで1858年にフレズレクスベアフレドリックスバーグに移り王立獣医農業大学となり現在はコッペンハーゲン大学の生命科学部となった獣医学校の最初の図書はアビルゴールの集めたものであったこの獣医学校で学んだ学生にはスウェーデンの有名な解剖学者フロールマンがいる 1789年に自然史協会を設立し、1790年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。デンマークの植物学者マーティンバールによって、カヤツリグサ科の植物の俗名、アビルトガーディアが懸名されたが、フィンブリスタイリスのシノニムになっている。アビルトグは植物の学名で命名者を示す場合に P が、 クリスチャンアビルゴールを示すのに使われる。ありがとうございます。